都内の百貨店のリニューアルが相次いでいます。急激に数が伸びている海外からの買い物客や再開発の影響など様々な背景があるようです。東武百貨店の池袋本店は25年ぶりにレストラン街を全面改装し、明日先行して2つのフロアをオープンさせます。来年2月下旬までに11階から15階の5つのフロアを段階的にオープンし、都内の百貨店では最大規模という46店舗のレストラン街に生まれ変わります。フロアごとにターゲットとなる客層を変えているのが特徴で、幅広い世代の来客を見込みます。14階はすべてのレストランが百貨店初出店で、主に30代の女性の集客を狙い、会社帰りの飲み会や女子会などの需要を視野に入れています。一方、最上階の15階は記念日や接待での利用を想定し、高級感が漂うフロアとなっています。お客様にとっては一つの場所なんですけども、行く会によってまた違う楽しみをしていただける。一方、三越銀座店は8月から進めていた全館の改装が完成し、今日オープンしました。三越銀座店の売り上げは近年増加が続いていて、去年は4年前に比べおよそ 1.7 倍の750億円となりました。その原動力となっているのが外国からの買い物客です。外国人客の売り上げは全体の3割を占め、急激な増加が続いているということです。さらに湾岸エリアに増えている若いファミリーを取り込もうと大きな目標を立てています。新しいお客様をとにかくお越しいただかないと、それともう一つ、ここは2000万人お客様来ていただいてるんですね。で、2000万人で1000億いってないっていうことがやっぱり課題なんで、入っていただいたお客様に対して本当に1対1のおもてなしをして、まあ、購買額を上げていくということが一番大きなポイントだ。そのおもてなしはというと、こちらはジェントルマンラウンジ。商品を置くスペースを削って、ただ買うだけでなくくつろぎながら商品を選んでもらおうと、シガーの味比べが楽しめる場所や靴磨きサービスなどを設けました。また外国人からも人気が高い伝統工芸品の売り場を拡大しました。そして外国人買い物客に欠かせないのは免税の手続きです。増える外国人観光客向けにサービスカウンターが新設されました。ご覧のように海外配送サービスも充実しているということです。また年内には空港と同じ要領で手続きできる免税店がオープンするほか、一定の金額以上を購入した客向けのゲストラウンジも新たに設けられ、多様化する外国人買い物客のニーズに応えていくということです。銀座では先月30日に松屋が外国人をターゲットにした新たな売り場を開設したほか、来年の11月には松坂屋銀座店の跡地に新たな商業施設が完成します。進む百貨店のリニューアル、それぞれの百貨店の戦略に注目が集まります。